まあ、山さん、あの、なんか歴史が好きだって聞いたんですね。やっぱ桜井の歴史博物館とか。そう、あれちょっとね、一回行ってみたいですよ。山さん、どの辺の時代が好きなんですか？僕はですね、やっぱりあの、ちょっと尽きないかもしれないけど、戦国時代だとか幕末ですかね。あー、なるほど。特にあの、今治とかだとやっぱ毛利。あー、そうですね。あとね、村上水軍。村上水軍ですね、もう、ね、今。まあ、あの辺がね、あの、やっぱり歴史の転換点で、戦国時代ね。そう。なるほどね。私もだから生まれがやっぱりね、あの、美濃で、育ちが終わりなんで、じゃあ、まさに。歴史の戦国時代のど真ん中。ど真ん中ですね。いたんですね。信長さん。そうなんですね。まあ、その今、信長ってキーワードだったんですけど、はい、私ね、はい、あの、まあ、あの、まあ、私、あの、流通出身で、はい、世界でもこうやって、あの、まあ、マーケティングの要素を入れてやってるんですけども、はい、日本で一番初めに MBA をやったのは、織田信長だと思うんですよ。いや、それは僕も納得します。そうそうそう。これ、あ、織田信長の MBA。で、もう私これ、もう、これもちゃんと織田信長。もうね、これ絶対ね、出た次これ、私、あの、選挙は落ち着いたら、織田信長の、あの、MBA って本書こうかなと思ってるんですよ。だって今週本当技術革新であの戦法を取り入れて戦争のスタイル変えたし楽一楽座で要はマーケットもまさにもうこれからはあれですよ、あのカメラさんこれ見てますか、織田信長の MBA これ絶対ですね、これ絶対これでもまさしく私がやろうと思ったのは、まあ戦後にもこれ政治じゃないですか、はい、政治の世界に MBA を取り入れたのは織田信長なんですよ。だから権威とかに屈せず、今週とにかく画期的なことをやったんですよね。だから MBA って本当に無駄なことをやらず割り切る、そうそうそう、無駄を解除する。まさしく私こう、まあ、もうやはり私も日本史が好きで、でやっぱり現代として私もまあ流通マンとか MBA の要素を生かしながら、はいはい、いろいろ考えてるんですけども、はい、ある意味本当いろいろ物事を考えた時に、はい、織田信長と MBA がつながったんですよ。ガシャンとガシャンと。しかも500年の時を経て、そう500年の時これで政治の世界で MBA を取り入れてるっていうのはもう元祖は織田信長だと思うんですけども、うん、確かに500年の時を超えて高木大輔やってるんですよ。でもね、実際政治ってそうあるべきなんです。そうなんです。それでやっぱり彼はある意味リアリストだから合理的なものを考えてもできて、で、あの、どうしてもやっぱり日本人はあの江戸時代の間にやっぱりいろんな意味で、そうなんです、ね、あのしがらみでもういろんなことできるんだっちゃうんですよね。だからこのね、戦国時代に MBA をやったっていうね、うん、これ絶対ですよ、これで、売れますよこれ。これいきましょうか。じゃあ共同調査でじゃあちょっと変えましょう。じゃあ選挙終わったらじゃあ織田信長の MBA、 はい、はい、やります。はい、お願いします。、はい